いきますよ。4K30p、1時間35分の動画です。これも編集終わってます。これを書き出しますよ。どんぐらいでいけるか。ちなみに使用したクリップは全部で、これいくつあるんだ ?116 個クリップがあります。116個。総ファイルの容量は60、46ギガ。ギガですよ。4K で撮るとそんぐらいになっちゃうんですよ。で、バッテリーもつなぎません。このままでやってみたいと思います。 100%残ってますね。では、これでいってみようここ 4K にして、でキャプションも焼き込みます。では、あ時間、10時34分から始めます。では、スタート。見てください、だいたい1時間経って76、76%までいってます。余裕ですね、途中でレインボーカーソルも出てないし。 ちなみに、ちなみに、こちら、アクティビティモニター見てみると、こんな感じです。スワップ4.8、4.94か。まあ、これ、一番安いモデルなんでね、こんなもんじゃないですか。でメモリーはまあまあいいとして、CPU ですよ。意外に CPU の使用率が低いんですね。ね、6割使ってないですからね。おー、すごいな。 さすがにこの GPU ファイナルカットで相当使ってます。であと使ってるのが Canva ってアプリ使ってますね。このサムネイル作るのに僕使ってるんですけど、これ Canva 落としときます落としてみましょうか。ちなみにアプリこんだけ立ち上げてます。こんだけ立ち上げながら 4K の書き出しすんなよって感じですけど、こんな感じです。これでいつもサムネイルを作ってるんですよ。じゃあこれを落としましょうか。 落としましまょうか。なんかさすがにちょっと動きがカクカクしてきましたね、あでもすぐ落ちた、よーし、OK、で、見てください、バッテリーも76%まだ残ってますね、余裕ですね、で、クロームとサファリがめっちゃ使ってるらしいんですよ、でもまあ、このまま行きましょうか、終わりました11時54分で終わりましたね、100%、ただこれ100、100%になってるんですけど、ファインダーにかけがったファイルがポコって出てくるの、もうちょいタイムラグがあるんですよ。 しまったストレージがいっぱいで共有失敗しちゃったあらーあらー家に転がってた外付けのハードディスクこれハードディスクですね4テラのやつこれにぶっ込みますなんかすいませんね最後オチがついちゃってオチがついちゃってっていうかもうちゃんとやれよって話なんですけどまあというわけでこんな感じですよなんでお金があるんだここにほいというわけで M1 チップで 4K30p 編集してみた 結論としては116ファイルを使って元ネタが 48GB あったんですよ。で、これを書き出すのに大体1時間20分。全部で1時間40分の動画なんですよ。こんな感じでね。そんな感じです。まあ最後、SSD の容量が足りなくて内蔵の、内蔵の SSD が足りなくて焦げちゃいましたけど、本当これずっと使ってたんですよ。ただこれがですね、GoPro 先生にぶち壊されて今復旧中なんですよ。絶賛復旧中なんですよ。でも、M1 チップって すごい買いでいいと思いますよ、このパソコンはすごい。で、結局、動画の編集をしてれば、素材とか書き出しって、こう外付け、外付けの SSD に逃していくしかないんですよね、どっちにしろ。だから本体は一番安いやつでいいような気がする。 でこれ256でしょ、次512、その次が1テラ2テラまで選べたのかな、よく分かんないですけど、でもこの SSD めちゃめちゃ使えるやつで1万5000円ぐらいですからね、1テラで1テラで1万5000円ぐらい、メモリー僕 8GB なんですけど、16GB、16GB って想像つかないな、どんぐらいできるんだろう。まあただ僕、15インチか16インチの M1 チップの MacBook Pro 出たら買いますからね。 まあそういうふうに考えてる男の考え方として、まあ、まあ、一番安いやつでも全然余裕で使えますよと。4K30p、1時間40分ぐらいの動画なら余裕で、余裕で書き出すことができますよっていうお話でした。というわけで、現場からは以上でございます。